ご覧いただきありがとうございます。本日は木津川市梅見台にございます。綺麗なテラスハウス物件、ラビキャトルさんにお邪魔しております。こちらまず、リビングからのスタートですね。こちらに前に大人気のカウンター、キッチンとなっております。前が抜けてますので、ご両親なら、テレビ見ていただいたり、お子さんもバッチリ目に入るキッチンとなっております。そしてキッチンも、ね、かなりゆとりがありまして、調理スペースもかなり広いですね。3口の IH もついております。その後のお魚が焼けるグリルや、こっちの方には食洗機もバッチリついております。で、収納があったり、後ろの方にも収納がございますね。冷蔵庫などもゆったり置いていただけそうですね。こちら水回りのスペースとなっておりまして、まずね、こちらなんとかなり高級感があるお風呂となっております。ゆったりね、足も伸ばしていただけますので、毎日のね、疲れも飛んでいきそうですね。で、こちらもゆったりとした洗面台となっております。かなり清潔感があるものとなっておりまして、上、こちらの方には、室内の洗濯機置き場がございます。こういう棚などね、ついてますので、かなり重宝しそうですね。で、リビングに戻りまして、こちらの方にも、階段下の収納となっております。でね、セキュリティ的にこちら、モニター付きのインターホンがカラーでございますので、結構鮮明に映りますね。安心の設備となっております。でこちらの方からは、こうした、もう洗濯物も干していただけるスペースとなっておりまして、前には駐車場が2台なんと止めれるようになっております。リビングにはエアコンもあらかじめついておりまして、なんとこちらセコムさんのホームセキュリティがついた物件となっておりますので、何かあればねすぐに駆けつけてくれるサービスとなっております。こちらドーンと広い玄関スペースですね。こういった感じで、下駄箱もかなりの量ありますし、こっちにおしゃれな棚もございますね。あとね、床がちょっと高級感がある大理石調の廊下となっておりまして、綺麗なお手洗いとなっております。こちらから2階の方に上がっていただきます。手すりがバッチリついてますので安心してご利用していただけますね。で、2階にはお部屋が3つございまして、まずこちらバルコニーに出ていただけるフロアとなっております。これ日当たりがいいですね。南向きとなっております。お洗濯物もね、すぐ乾きそうですね。で、こちらのお部屋には、こういった感じで収納スペースも充実しております。で、2つ目のお部屋ですが、こちらもね、こういった感じのお部屋となっておりまして、窓が、ね、2つついてますので、風通しが良さそうですね。ちなみにこちらね、かなりおしゃれなアクセントクロスが使われておりまして、間接照明がね、なんとも素敵な演出となっております。で、こちらも今大人気のウォークインクローゼットとなっております。両、端に棚とハンガーパイプが通ってますので、お洋服も、ね、かなりかけていただけそうですね。で、最後のお部屋です。こちらも先ほどのバルコニーに出ていただくことができまして、こちらの方にも、また、ウォークインクローゼットではございます。かなりね、このように収納豊富のテラスハウス物件となっております。近隣には同じような、テラスハウス物件アパートが多く立ち並んだエリアとなっております。ファミリーさんにぜひぜひお勧めさせていただきたいお部屋です。詳しい賃貸条件につきましては、弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心。賃貸のまさげでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。